はアメリカ・オクラホマ州オクラホマシティ出身の女子テニス選手。1940年代から1950年代にかけて活躍し、4大大会で生涯通算35勝を挙げた。とりわけ、1948年と1950年の2度ウィンブルドン選手権で女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門完全制覇を達成した選手として、 テニスの歴史に名前を残した選手である。ルイーズ・ブラフの優勝記録は、まだ第二次世界大戦の戦時中であった1942年の全米選手権から始まる。この大会で、ブラフは、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてに、決勝進出を果たしたが、そのうち、マーガレット・オズボーンとペアを組んだ女子ダブルスと、テッド・シュローダーと組んだ混合ダブルスの2部門で、 初優勝した。女子シングルス決勝では、ポーリーンベッツに6から4、1から6、4から6の逆転で敗れたため、この大会では3部門制覇を逃している。この年から、ブラフは、女子ダブルスで5歳年上のマーガレット・オズボーンとペアを組み、1950年まで全米選手権の女子ダブルスに9連覇を達成した。 1943年の全米選手権でもブラフは女子シングルス決勝でベッツに連敗する。第二次世界大戦の戦時中、1945年まで全米選手権以外のテニス四大大会は開催が中止されていた。1945年に第二次世界大戦が終結し、1946年から 全仏選手権やウィンブルドン選手権も開催が再開された。初出場となった1946年の全仏選手権でブラフとオズボーンは女子ダブルスで初優勝を飾る。同年のウィンブルドン選手権において23歳のブラフは初出場から3部門すべてに決勝進出を果たす。ここでも女子ダブルスと混合ダブルスの2部門で優勝したが、 女子シングルス決勝ではまたもや、ポーリン・ベッツに2から6、4から6で敗れた。1946年シーズンの終了後、ベッツがプロ選手宣言を行ったことにより、それ以後の4大大会出場資格を失う。1947年、ブラフは全米選手権の女子シングルス決勝でオズボーンを8から6、4から6、6から1で破って初優勝を決めたが、 ここでは唯一のタイトルとなった。彼女のテニス経歴のハイライトとなったのは、1948年ウィンブルドン選手権での女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門完全制覇である。ブラフにとって3部門決勝進出は1942年全米選手権、1946年ウィンブルドン選手権に続く3度目の出来事で、 ウィンブルドンでは2年ぶりに度目であった。この度は女子シングルス決勝でドリス・ハートに6から3、8から6で勝ち、オズ・ボーオン・デュポンとの女子ダブルス、ジョン・ブロムウィッチとの混合ダブルスでも優勝した。ウィンブルドン選手権におけるハットトリックはかつてフランスのスザンヌ・ヌランランが1920年、1922年、1925年の3度達成したことがあり。 ブラフ以後は1967年と1973年の2度達成したビリー・ジーン・キング夫人がいる。そのため、ブラフはウィンブルドン選手権でハットトリックを達成した3人の女子選手の1人に数えられる。この後、ブラフは1950年までウィンブルドン選手権の女子シングルス3連覇を達成し、1950年ウィンブルドン選手権で 自身二度目のハットトリックを達成した。1950年には唯一の出場となった全豪選手権で単覆二冠獲得もある。ルイーズ・ブラフの全盛時代には同じアメリカの女子選手の中から特定の人たちが優勝を加戦していた。ブラフとオズボーン・デュポンに加えてドリス・ハート、モーリーン・コノリー、シャーリー・フライなどが同世代のライバルたちだった。その中でも コノリーは1953年に女子テニス史上初の年間グランドスラム達成者として有名になったが、1954年全米選手権の開幕直前に落馬事故に見舞われ、ここで選手生命を失う。コノリーの引退後、ブラフは1955年にウィンブルドン選手権の女子シングルスで5年ぶり4度目の優勝を飾った。 彼女の選手生活は1957年まで続き、最後の全米選手権では、女子ダブルスで、オズボーン・デューポンと共に3年連続、12度目の優勝を決めたが、シングルス決勝では、黒人選手のアリシア・ギブソンに3から6、2から6で完敗し、全米選手権の女子シングルス決勝では、1勝5敗の戦績に終わった。 1948年と1950年のウィンブルドン選手権、ハットトリック達成に加えて、ルイーズ・ブラフのテニス経歴の中でも際立っているのが、マーガレット・オズボーン・デューポントのダブルスである。二人のペアが獲得した四大大会女子ダブルス、総計、20勝は、マルチナナブラチロワーパムシュライバー組と並ぶ女子テニス界、歴代1位大記録となった。オズボーンと組めなかった。 唯一の例外は1950年全豪選手権の女子ダブルスである。オズボーン・デューポンは全豪選手権に一度も出場しなかったため、ブラフはドリス・ハートとペアを組み、地元オーストラリアのベテランペアであるナンシー・ウィンボルトンとテルマコイン・ロングの組を6から3、2から6、6から3で破って優勝した。当時の全豪選手権で、 絶対的な強さを誇ったボルトンロング組に数少ない黒星をつけたペアの一つがアメリカのブラフハート組であった。選手引退後、ルイーズ・ブラフは AT クラップと結婚した。その後も時折40歳以上の女子選手によるシニアトーナメントに参加することがあった。1967年に国際テニス殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。